またちょっと延長でもう一つ聞きたいんですけどあ、はい、あの普段日中ってどれぐらい勉強できてましたえっと多分私7時間ぐらいだと思います、うん、7時間で、えーっとえー、直前期でしたっけ。うん は八時間、八時間半ぐらいだと、先生があのだいたいみんなあの普通にやれば。集中力が続く時間もあるから、七時間ぐらいがまあ相場ってお話されてるのでも、まさに私そのぐらいの。はい、タイプでした。じゃ、学習状況としては、結構学習専念できる状況だったんでしょう。え、あの、私、あの零細個人授業主で、自分でスケジュールは管理できるので。なので、あの勤務ではないので、なので、あの時間は、あの自分。で コントロールちなみに 1>,、はい、1>, 1回あたりの講義の復習って例えば通信、はい、とかで受けられた場合って、はい、例えば月曜日に講義を受けました次の講義って何十秒ぐらい受けてました かごぐらいには受けてたのかな。そう考えると、3日以内には。な、何かこう、やっぱり復習が終わらない限り、次の講義を見るってことはしなかったので。うん、あはい。いとかだって、はい。はい。結構日程を実施すべきなのか、はいはい、それとも終わってから行くべきなのかって思うんですよね。はい、はい。でも、私は、あの復習が終わらないと、うん、あの次に。こう行きたくないっていう気持ちが強かったので。はい。 なるほどじゃあ受け切ってから次いくってそれで週3ぐらいのペースだと。そそうだだのらいいったと思ますなるほで例えばね期日とかって本格的に結構期日の時間って大体同じぐらいの勉強だったかそれとも直前期だった時に増えたのかってどうでした直前期は増やしてました増やしましたやっぱりでもやっぱり択一の大体目処がついめどってないと思うんですけどはいなか択一でそれなりにいくからじゃあ期日の時間増やせるなって感じなんですかね。 あの私は本当にこう何て言うんですかねあのだらしのない人間で、うん、あんまりこう計画を立てても、うん、それどおりに進めることができないんですねなので一応その4月の段階で直前期だからっていうふうに、うん、あの計画は立てたんですけども、うん、でももう本当に1日目から挫折して<ー>で先生があのそんな中で「 仕上がってないのはもうあのいいと仕上げようと思わずに日々決めたことをあのその日に決めたことを淡々とこなしていきなさいということを言ってくださったんでなのであのそうやってこなしていったんですけれどもはいただ記述のあの時間の割合は多くなってたと思いますなるほどねじゃあすみませんじゃもう時間ちょっとだと思いますねじゃすみませんどうも今日ありがとうございましたありがとうございましたじゃあそれでは失礼します。